にに向かう途中にあるベルフォールとはおよそ1 3トル離れている。ボージュ山脈のふもとのサブルーズ谷の入り口にある。町の平均標高は4 7 0ルである。初期、ジロマニーは、ルジュグットの教区に依存していた。渓谷にある鉱山の開発や、ザクセン、バイエルン、チロールからやってきた、鉱山夫たちがフランス語を話せなかったため、 1569年にジロマニーはブザンソン市教区に属す新しい教区となった。ハプスブルク家による銀、鉛、銅鉱山開発と共に中世後期からジロマニーの歴史は遡ることができる。その後の領主はローズモン家であった。鉱山の採掘は30年戦争によって急速に衰退し18世紀まで続いた。1648年。 リッシュリュースーキ教がジロマニー鉱山の所有者となったが、それでもフランス第一帝政まで続いたジロマニーの景気交代を押しとどめることはできなかった。1813年、ボアジュオル兄弟は機械宝石の技術を取り入れ、1820年には40の宝石業者がキャラコヌノを生産していた。その後、蒸気機関の導入によって、 不安定なサブルーズ川からの水の供給を補えるようになり、機械防石が行えるようになった。1868年、ボアジュオールの各工場では1000人以上が雇用され、1882年には310台の食器で朝、朝甘、麺の織物が織られていた。1881年には、製材工場、川なめし工場、 タイル工場を含め3156人の人口があった。1883年、ジロマニエがベルフォールパリ路線の鉄道で結ばれると、繊維産業に用いられる石炭、蒸気機関が供給され、繊維製品が輸出されるだけでなく、4年後には年間4万人もの乗客を運ぶようになった。 道路輸送との激しい競争によって、鉄道での旅客輸送は1938年に廃止された。新しい繊維製造は1958年に中止され、1978年に工場が廃止された。ジロマニーの郵便紙コレクションは、1870年の不仏戦争と所属する県が変わった痕跡を留めている。1843年に、 ジロマニーに郵便局が開設された時、オーラン県に属していた。1870年の戦争後、ジロマニーは、ペリトワールド・ベルフォールに属するようになったが、郵便局は、日付印に、かつての県の名を残したままだった。ポピュレーションズ・リゲールズ2008でラ・コンミューン、ジャイロ・マグネ・シュールル・サイト・デール・インセイ・ハット、デュークロ、ディクシオナル・ジェネラル・デ・ビー、バーグス。 v レッジ a g ハンモイファムデラフランスエイドレクレバン・イトーボンパリ1857ありがとうございます。